ダンダンダッタダンダンダダンダンダンダダダンダンダダンダダダンダンダダダンダンダン。よし、そこまで。あれあれ、珍しいお客さんだね。同種の私と遊びたくて来たのかな。お前たちどうして真っ昼間にお浄堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。我が友よ、しばらく見ないと思ったらあの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって空いてる空間も広い。その上見えない観客たちが見に来てくれてるから練習にはぴったりなんだよ。見えない観客。ここ数日付き合ってきてあたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ。巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの？そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない、思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイリデセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、新縁が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。この開幕をのけから最もビッグな烈火に。なかなかいい韻を踏んでていいんじゃないか。って違う、なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。でもこんなことして何か安全面のリスクとかはないのか。それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についても幽変に事前報告済みだ。信玄がそう言うならまあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。旧友を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、新縁さんの公演を心から楽しんでくださっていますから。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます。風太郎さんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。そういえば新縁さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか。おう、もちろんいいよ。ああ、そうだ、旅人パイモン、その山は五郎山って言うんだ、間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる。うん、そうだな、今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。あ、あなたたちも一緒に来てね。
この私が用意した宴会なんだから面白さ満載に決まってる。さて休憩はそろそろいいかしら。皆さん最初からもう一回やり直してみましょう。ウン先生は厳しいね。お茶を飲む暇さえ与えてくれないなんて。興味津々で私の手伝いが必要だって言ってくれたのはどこのどなたですか。そこでのんびりお茶を飲み終わるのを待っていたら空が暗くなっちゃいますよ。この公演が終わったらあたいがみんなに夜食をおごるぜ。フータオは何を食べたい。今日はね、豚肉の油炒めとカニ味噌豆腐が食べたい。夜食にカニ味噌豆腐か。大丈夫だよ、頼れるシャンリンシェフがいるんだもん。あれれ、食欲が湧いたら元気も湧いてきちゃった。早速練習しよう。知った顔だ。リーウェイ港から来たのだな。町の様子は最近どうだ。バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ。昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっと見つけた。タケノコ持ってきたぞ。ちょうどいい時に来たな。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せばある意味近道ができる。その装置ってまさか龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。
あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は、同主がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。なあ、約束する。帝君、イエンドゥシェンが出来上がったぞ。なあ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、うん、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。熱いうちに食べるのがいいぞ。俺はもう少し旧友と世間話をするつもりだ。旅人はまだやることが残っているんだろう。開演に間に合うよう、早めにリーウェコへ戻るといい。龍雲がこんないいものを持っていると知っていれば、もっと早く貸してもらうべきだった。我らは仕掛けの術にあまり興味がない上、食すものにこだわりがないのだから、借りてきてもただの置物となり果てるだけだろう。そうとは限らぬぞ。我に少しでも料理の腕があれば、神格が我について修行していた頃も、花や草ばかりを食べさせずに済んだはずだ。ならば一つ、後で龍雲からこのようなからくり調理神器を貸してもらうとしようか。いいだろう。に出られて、あたいすっごく光栄だぜ。それじゃあ、うたうとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名も、トーシカリン。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。
来年も良い年であるように。きっとそうなる。師匠、小刀、我は小刀ごとき、師匠が今から新天堂地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェ校に行って人々に見せつけてやるといい。なるほど。勝利さん、貴重な意見をありがとう。覚えておくね。勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは、僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。みな優秀なワコードだ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら、僕に妖魔退治の法術を少しご指導いただけないだろうか。奉仕の妖魔退治か。
少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわあ、もう人がいっぱいいる。プータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。ひひ。みんな、怪盗祭楽しんでるか？ああ、今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？私もだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。うん？二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど。言われてみれば、確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。何？シャンリンが新しい料理を作ったのか？おいらも食べたいぞ。うんうん、パイモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとう、パイモン。ああ、勝利さんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあ、さっきはそのことについて話してたのか？ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンリンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。おお、さすがだな二人とも。えへへ、私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したら、また料理の試食をお願いするね。まあ、それなら大丈夫そうだ。なら、次は僕も試食しよう。料理といえば、さっきから何かが足りないような。あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ？あと、グオパーもいないぞ。グオパーなら、なんだかやる気に満ち溢れてて、お父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いって、あなたたちも知ってるでしょ？グオパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。でね、フータオは同志はある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。わざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。まさか国政強行。
それとも北斗か？それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。じゃじゃーん！私たちの到着！あ、遅刻してない？遅刻してないよね？うんうん、コウマ体制が私と同じで風のようにスイスイだったから時間ぴったしだ。気品というのは甲馬体制のことであったか。ご孔明はかねてより聞いている。同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえ、まさか若き英雄だけでなくリーゆえの安寧を守る金宝大将まで来るとは予想していなかった。こうして皆が一堂に会するとは実に頂上だ。あ、もうすぐ怪盗祭ですが、今日帝君が突然訪れたのは。うん、同志の性格だが俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとはどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう同志から言いつけられている。帝君、ごま油を買うのになぜ防潮旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、松茸を数本とハムを一つもらった。ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。て、しょ、家計殿、それは少しばかり。ああ、この人また始まっちゃった。客人を立たせたままそんな世辞ばっか先に言うんだから。この場にいる人はみんな外では名の通った大物でさ、多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。甲馬大生も旅人と結構仲がいいんだって。おう、それなら二人は隣の席に。同志もどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの？そうだ、さっきここに着いた時前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月軒の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。そういえばまさかフータオが迎えに行った客人がショウだったなんてな。僕も初めて旅人とパイモンが甲馬大生の友人だと知った。ショ
もショーと知り合いなのか？知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。パイモンは知らないかもしれないが、僕たち法師一門は高魔体制と少し関わりがあるんだ。表と裏で共に妖魔を退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。高魔大戦、僕の名は趙雲。以後お見知りおきよ。ああ、名高い高魔大戦にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前趙雲からちょうど話をお聞きしたところなんです。高魔大戦に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そう趙雲が言ってます。あ、それなら私たちも知り合いだよ。以前料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。まさかまたお会いできるなんてね。怪盗祭を祝して。百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。僕はシャンリンと趙雲の友人で行く秋と申します。僕のことも以後お見知りおきをいただければと。おお、みんないきなり礼儀正しくなったぞ。なんだか会話に入りづらいな。将様、コウマ仙人、大勢、パイモンもよろしくお願いしますだぞ。怪盗祭を祝して。これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。みんな、そうかしこまる必要はない。そうそう、高魔大生の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのにそうやって礼儀正しくしてたらかえって場が緊張しちゃうでしょ。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。何が目的でみんなを呼んだんだ？親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ新年を喜ばしく迎え入れることだ。以上。勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。その通りだ。フー同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きでみんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この一年みんな頑張ってきたでしょ。生活も旅もガイドも。それから料理や商売、妖魔退治、夜叉の務め。王城堂の仕事を時々手伝ってくれる格系もね。うんうん、みんなすごかったってことじゃん。まあそんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。確かに、ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、リーユエコーにあまり来ないショーまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。お前が考えてるほど複雑なことではない。
分かった。おかみさん、ありがとう。おかみじゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。公務体制小仙人、防除旅館の守護神、敵家州の大英雄ね、いるんでしょう。静かにしろ、そう騒ぐな。あらら、ごめんね。でもそうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。王城道77代目同士、我に何の用だ。確かにフータオ同士がしそうなことだ。つまり高魔大聖がいらしたのは、そのフータオの旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの？でも続きはつまらないよ。ただ王城堂の諸々と千秋夜叉の過去について話してご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し、災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、王城堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることで、さらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でもそんな古い中でも高魔大聖を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。お、やっぱりあなたは知ってるんだ。これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったかな。高魔大聖、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年法師は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あと、さっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく、何のことを言ってるんだい。今回は超運の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え？グーパーってそんなに執念深い性格だったの？けど確かに前にシャンリンからグーパーはかまどの神だって話は聞いた。その民間伝承を聞いたのか。今は支障ない。少し前、怪盗祭より前に
ある古い知人に会った。その彼の助けもあり、我の状態はだいぶ落ち着いている。お前も知っていると思うが、彼は風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせる。ああ、つい続きを口にしちゃったぞ。でもこの聞き慣れた声って、あれ、私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。やっほー、やっと僕を入れてくれたね。僕たちが昔どこかで会っていたとしても、今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に古い友人たち、みんなお祭りを楽しんでるかい？あ、金融野郎、どうしてここに？リーユエに詩でも読みに来たのか？おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。美味しそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの？じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、沈玉先生じゃ。ん？沈玉先生？よーく見たところ、沈玉先生のファンだよね。実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。沈玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。鹿の際なら君の方が一枚上手じゃないか。ふん、つまりこちらは行脇殿の知り合いだったのか。ああ、年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて妖魔の動きも活発になり始める。前に敵家衆一帯を見て回っていたところ、たまたまこのあれ、まだ数日しか経ってないのにもう忘れちゃった。職業は銀融詩人だよ。さっきパイモンが言ったように、敵歌集で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀融詩人と会った時、確かに敵歌集で演奏していた。その音色は抑揚のある美しい調べで、心を落ち着かせるものであった。我は思わず長いこと足を止めてしまった。
その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。そうか、状況は俺も理解した。俺の名は勝利、今は王城堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。うんうん。で、私が彼の上司ね。もし格系の仕事に何か不満があったらいつでも言ってちょうだい。同志には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同志がいるから、こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。うちの格系は本当にすごいんだよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、仙人の誰かがお忍びで俗世に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。あ、高魔耐性も仙人だったよね。ねえねえ、どう思う？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ、そうなのか。ショウはいろんなことを知ってるし、オイラは物知りだと思うぞ。え？あ、そうだな。ショウは無人で、普段町にも行かないからな。こういうの知らなくても当然だよな。へえ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると。噂では気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の吟遊詩人と言っても過言ではないそうだ。えへ、なんだか照れちゃうな。けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりであまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、かなりいいセンスしてるよ。はい、握手握手。握手握手。ねえ、ゆくあき。ん？帰ったら何冊か本を貸してくれない？文章が上手なものをゆくあきに選んでほしいんだけど。私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。
僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。趙雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。今年はリーユエで怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。そういえばイベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。イリデッセンスツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。僕たちの仲なんだし、そうかしこまらなくていいよ。そういえば君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに、誰も僕がいることに気づかなかったよね。僕の隠れ方がうますぎたのか、それとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。怪盗祭になるとリーウェ校は人々でにぎわう。みな明かりを眺めたり街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だがこうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのはまさに祝うべきことだろう。新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。この場を借りて酒の代わりに茶で皆と乾杯しよう。さすが勝利先生、いい話だね。僕の代わりに言いたいことを全て言ってくれたよ。こんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃって、みんなに迷惑かけてないかな。本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよね。でも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら、僕もそれに合わせるよ。さあ乾杯しよう。僕もごちそうになるね。気にしない気にしない、全部私のおごりだよ。みんなで美味しいものをたくさんいただいて、いい一年になるよう祈ろう。飲み物がお茶だけなのも、食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ。おいおい、あの二人急にお茶で乾杯しだしたぞ。おいらたちはどうするか。なんだ。ああ。二人はもういいの？うん。外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。実は。わかった。必ず帰ってこいよ。新たな友人はどうやら酒にかなり詳しいようだな。いやいや、僕はただのお酒好きで、勝利先生ほどのこだわりは持ち合わせてないよ。今回出されたのがお茶でよかったよ。もし酔っ払って変なことを話しちゃったら、知り合ったばかりの勝利先生の前で恥をかくところだった。
まさか同主が招き入れた客だ。俺が笑い者にするなんて滅相もない。お前とあのウェンティさんだが。もしかして家の商売のつながりで知り合ったのか。そうなんだ。君も僕の家のことは知ってるだろう。商売に関する機密はかなり多くてね。こういう…ああ、やはりそうだったのか。そういえば、食事会が始まる前にどんな話をしてたの？何か面白い話はあった？うん、料理の話をしてたんだ。この前、勝利さんが行栄荘へ行った時に珍しい茶湯とごま油を手に入れたんだって。それで新しい料理に入れてみるといいって勧めてくれたの。ああ、だからあの日あんなに長いこと帰ってこなかったんだ。もしこれが他の人だったら油は見つからなかったかも。うん、次も勝利さんに行かせようっと。早く帰ってくるんだぞ。正直口を滑らせちゃわないか不安だからな。行くとしよう。お前は先に外に出ててくれ。大丈夫か？ああ、我には適切な言葉が思い当たらない。状況の問題ではない。かつて仙人の中にも集まって語らうのを好む奴は多くいた。時々皆を呼んでは酒や茶を飲むような奴かな。我も何度か強引に連れて行かれたことがある。だが仙人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも紆余曲折としたものはなかった。しかし今回は。そういうわけでは。やはり彼の正体を知っているのだな。なら気にせず言わせてもらおう。風神の性分は自由で気ままなものであり、それはあの笛の音にも現れている。このような神が人間と打ち解けるのはたやすいことだろう。ただそれは我には永遠にできないことだ。お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、どうにも奇妙な感覚に陥る。ああ、風同士のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかしここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については。
深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむと。ただあやつが言っていたのは、周りの者に作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦のやつは深淵大将のメンツなぞ気にせず、それを身にまとうことはなかった。だが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた。あなたたちここにいたんだ。あ、もしかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっき風太郎が店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて、天心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。翔仙人、少し落ち着かない様子だったから、ここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防御旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。そのようなことはならば、そろそろ戻るとしよう。実は私が二人を探しに来たのはね、別のよ。ほらこれ、特別に二人のために持ってきたの。これは杏仁豆腐。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々防御旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたので、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね。二人に用意するって知ったグオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。手間をかけさせた。だがそのような必要は受け取っておく。感謝する。それからグオパーにも。どういたしまして。おっと、そうだった。私が作った杏仁豆腐は元将のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ、よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。
悪い、待たせた。平気平気、みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが、部屋の中で話そうが、別に同じだったよ。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこっか。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。でも縁起が良くなるように私がたった今作った、思い立ったが吉日。さあまずは卓の上にあるコーラを使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の尊いお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。生々る天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフート。ならこの場で一番身分の尊いお客さんは、うん、きっと滑稽の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた銀遊詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり同志こそが香を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない？え、そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは仙人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間、それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あり、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。え、じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それならリーウェコーで最大の紹介の一つ、飛雲紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔耐性がいるんだ、どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。
身分の序列で言えばここに仙人は高魔耐性一人しかいない。なら絶対に断る。我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。あ、そうだぞ。お前っていっつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。あれ、まだ他にもいたか。ん？って、お前はオイラがここで一番尊いお客さんだっていうのか。急にそんなこと言うなよ。うん、僕は賛成だよ。なかなかいい人選なんじゃないかな。共に歩む仲間がいなかったら長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり一緒に騒いだりできる友達がいればあらゆる景色は色づく。ああ、旅人は諸国を旅し素晴らしい功績をいくつも残した。しかしパイモンがいなければその物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのもパイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。そのみんな本気なんだよな。イヒヒ、ありがとな。さっきはおいらのことはずっと待たせたけど、もう怒ってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり旅人にとってのパイモンは私にとってのグオパーと同じですごく大切な存在だってことだよね。うんうん。じゃあみんなパイモンで問題なさそうだね。はあ、我も旅人の選択に異論はない。じゃあこれで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間でありガイド兼親友のパイモンにみんなのためお香を焚いてもらおう。さあパイモン、マッチをしっかり持って手を火傷しないようにね。さて、もうだいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。だな、お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。あ、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから私はシャンリンと行く秋坊ちゃま
あとチョンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら僕を探しに来てね。みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃また会おう。もちろん、また機会があったら一緒に詩を書こうね。さて、じゃあ私たちも行くよ。ああ、そうだ。勝利さん、後で往生堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ、承知した。同志も気をつけてくれ。では、次は…テイ君。勝利でいい。今の俺は、リーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば、勝利というただの凡人は、高魔体制を敬い、仙人様と呼ぶべきだろう。そんな、滅相もない。これは何も冗談じゃないんだがな。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。同じことでも別の者が見れば違う様相を見せる。記録する者が増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前、ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。故に彼女が研究している課題も多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊い者や心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人同一神君、龍宮釈風神君、それから将や関羽のような者にとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとって将は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。て、勝利様が伝えたいことは。その様子だと大まかではあるが理解したようだな。さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。い、勝利、またな。みんな行っちゃったな。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずーっと旅人のそばにいてやるぞ。ふん、分かった。
するつもりだ。オイラたちと一緒に BU エコーを見て回るか。いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが、世話になった。ああ、ではまたいずれ。いざ。
甘い。実に素晴らしかった。ああ、雲間から響き渡った音楽を聞いた瞬間、私は立ったまま気絶しそうだった。あれは私からすればある種の魔力、いや、戦力と言うべきかな。最後の合奏も非常に心に響く演奏だった。もし舞台上にいなければ泣いてしまっていたかもしれない。素晴らしい。これからの長期を見据えた計画について相談するために
天中園行幸さんから玉境内に誘われたんだ。全てがうまくいき、これからもこんな風に協力できる機会があることを願っている。その時になればぜひ来てくれ。一番いい席を取っておくから。素晴らしい。お会いして直接感謝を伝えたぞ。困っている人を助けるのは当たり前のこと。あなたがリーユエコーにもたらした素敵な音楽の方が感謝や祝福に値するものとおっしゃってくださった。もう本当にもったいないお言葉だったよ。それで私もさらに素敵なこの時代にふさわしい音楽を作ろうと決意したんだ。
だね。潮風に吹かれながら空を悠々と飛ぶカモメを眺めて大声で歌いたくなってくるよ。カズハ、ここに泊まって吟遊詩人として詩を読みたいんだけど、いいかな？うむ、ウェンティ殿の腕ならば問題ないでござろう。しかし拙者も含めてここにいる船員たちは鹿の際に乏しい。言葉の中に隠された真意を読み取ることができるかはわからぬ。そんなこと言っちゃいけないよ。詩は心が感じるままに作るもの。同じ景色や雰囲気の中にいる人ならきっと感じ取ってくれるさ。ふう、モンドにも港はあるけど船に乗る機会は少ないんだよね。そういえばこの船は欠点なんてないくらい素晴らしいけど、ただ一つ。うむ。カズハ、その君の姉君に言ってくれないかな。僕は幼く見えるだけでもうとっくにお酒が飲める年だって。せっかく船の上で海の幸を食べられるのに美味しいお酒を楽しめないなんてそりゃないよ。僕のためだと思ってお願いね。いいでしょ。それは拙者ではどうしようもないのでござる。姉君が今船にいないからではなく、そもそもそれについては相談の余地がないのでござるよ。拙者でさえ食事時は酒を置いてない席に座ることになっている。僕が飲める量は君とは違うのに。僕本当にたくさん飲めるんだよ。
相手を間違えたら難攻不落。逃げ道はあります。全部丸見えね。ここより弱滅の時。裁きの雷。逃げ道はありません。すなわち永遠なり。ふっせっやっふっはびこれ。ふっせっいざ。さばきのイカズ。ふふ。私のお家にいらっしゃい。天理チョーク。難攻不落。逃げ道はありません。裁きの雷。剣女盤石。手をつなぎましょう。無我の境地。逃げ道はありません。よっ。難攻不落。はびこれ。天道ここにある。
った。のいかず。剣女盤石と全部丸見えね。稲光すなわち永遠なり。よっふんせっふんかせっと依頼されたからには最善を尽くそう。ふふん断然八九はっはっ無我の境地見切りました。せっふっ、裁きの息いや難攻不落天道万象全部丸見えね。はびこれ逃げ道はありません。無我の境地ふっはっしっふっはっいざ
見切りました。ガンザン八九さっふふはいはいうんうんはっひゅっふってはびこるよし、逃げ道は坂難攻不落。